仕入れてまいりおい、誰か磨けいくらだあボロ鳥の糞がボロじゃボロじゃぞボロって山犬のことじゃないぞ皆主、本日も誠にかたじけのお方さあようござった、我々名古屋おもてなし部招待も10月に入り、ようやっとこの本部じゃな、甲冑にて演舞を執り行ろうという次第であるが、今日は10月の3日じゃ。そしてな、2日前、今日から2日前は10月の1日じゃ。当たり前じゃな。あのな、実はの、この加藤清正、戦国時代は、非常に酒豪として名が通っていたと。そして現世でも酒のこの酒関連の戦場にはたくさん出てまいっとるということであるが、10月の1日が日本酒の日というふうに、定められているらしいのじゃ。これどういう言われちゃったかな。どういう言われちゃった。誰か知ってるものかな。覚えているものはいるか。わしはな、これ現世でこの聞き酒師の資格を取るというときにな、これ勉学いたしたんじゃ。一切、試験の中では出てこなかったが、まあ、10月の1日が日本酒の日に定められておるということでしょな。ただそれを追贈我々の日記帳ブログであるとか、そういったものでも一切触れてこなかった。あ、忘れたってなぜ別の戦場もあったゆえ、そちらのことを書いているということもあり風邪か病は気から。そう、風邪はたるんどるな。わしは風邪だ。風邪は誰にも切れんさ病は。うわー、どうした、びっくりした。あー、毛虫だ。びっくりした。ただの毛虫、確かに驚くかもしれんが、今のような驚きだと全軍に混乱が走るから馬鹿じゃな、清正、これで相手を欺くのよそうじゃな、味方も欺く前田刑事殿じゃな。裏切るは味方から、裏切るは味方から。違うな、俺なんかこう分かった気がするんだよ。敵は味方からって言ったらいいかわいい、驚いとる。こたびは、陣笠隊とも、写真など所望の皆々おれば、陣笠隊もな、あちらで機会ないしな。怖い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 。あー、すまんな、わざとだろ。いや、今日はな、このような編成で、わしが、まあ、演舞中大将相務めをした。ほんとだよ、わしがやりたかったわそっちはもう、ここはどこじゃ軽いなそっちの時はだ、陣笠にしか言う機会がない。言ってないかよ。だけれども、まあ、こたびはわしが大将、大将格を相務めるということもあって、いつもは誰かの脇におるじゃろ、わしが。そうするとじゃな、皆の衆、我々はじゃな、演舞中も、そして、まあ、戦国の世からな、この目上のお方に対して、まあ、今でもこう足を向けて寝られないとか、なんかよく言うけれども、武器を向けるということは、まあ無礼に当たるということもあるわけそこはこうやって飲まない武器を向けるは無礼に当たるということもある。だからあれなんだろう、武器を伏せて太平のやついや、あれも武器を元な演武って分かりづらいじゃろ。分かりづらい。1615年、我々演武の中で元な演武という言葉を出しておるが、これは、まあ、徳川家康公が作りし言葉で、なんで中継とんだよそして、まあ、その元な演武という言葉の中に武器を皆が収めて、収めしまって、そして平和な世になるというような意味合いが含まれていると。で、それを我々なりに捉えて演舞を行うというわけなんじゃが、またこの説明しておる言葉じゃな、武器を伏せる
伏せるという字が元な M の円の字に当たるんじゃん。これ多分知らんもん結構わかるんじゃろう。だから元な M の言葉も説明のしようもないことなんじゃん。故に伏せてってあまり言わんじゃろう。武器伏せる、うん、武器しまってぐらいだったらわかるけど熱いな。だけどしまってって言うとちょっとダサかろう。武器をしまって大変だよ。ゆえにその性質よ。言い方が伏せるじゃんから、どうしても元な演武が な, そうだな。ゆえに武器を伏せてというふうに言うが、それだけでは分かりにくかろうということで、武器を伏せてっていう時にこっちくるっと回して武器をこう収めておるわけ。分かる分かる。ただその後戦国の世の我らがどう生きたかとかいう感じでやってるけど、まあ一応そういう意味だよということでこう収めるわけで。でまあなんでその話になったの。武器のこの向ける方向の話だ。だからそれはブレイに当たると、目上の方に武器をあの向けるのはブレイに当たると。でこう例えば大将が、本大将が真ん中におられて脇に入った時には、本大将が例えばこちらにおったらばこちらに持つことはないわ。さよ。でもわし全然右で持つからな。あえてやってるからわし。いやわしの意味本来はな、わしの意味合いとしてはいつでも戦えます。こう守る気持ちでわし行こうか。いや別にこっちだったらこう行きゃいいじゃん。違うわ。うわちょっと今晩何秒違うじゃろ。あんま変わらんな。まあ右でいいんじゃん、右で。右の方がかっこいいから。まあでもあれじゃな、うん、真ん中に対してあの外側に持つのを基本といたしとるわけ。そうじゃな。ただ演武中こういう風に、例えば刑事のとこういう風に向き合った時にちょっとこれ見づらいなっていう時はこちらに持ち帰るということもあるわけじゃな。寄り添っとるわけ、うん、寄り添っとるわけ、うん、みんなに見やすいようにしろ。あるいはしゃがむ時に膝を目上の肩の方には立てない。さよう。なんか大将おられたらこうすると、まあ膝が信長さんを立って失礼に当たるんで、これかな、逆側に、うん、ただこの辺ちょっとすりむいてる場合はちょっとちょっとこうやって、そうそう、そういうことがござるわけだ。ただまあこれも演舞中こちら立てたことによってちょっとこちら側が見づらいなという時には信長様にご相談を申し上げて、そうだな、許可をいただいて許しをいただいてこのような、うん、こういうこともある。まあこれはやはりいろんな環境において寄り添っとるわけだが、だけれども基本的にはそういうことをまあ気にしながら我々は常日頃行動いたしよう。ただ本日は大昇格ということで一切気にしない。本当にいいよな、共に生きようではないか。かっこいいこと言ってたな。わしも言ってみたら、ああいうことやってみよう。キモさんもっかい、わしが、うん、共に生きようではないか。そこだけ。いや、あそこは共に今日ではないかが一番凝縮されてるから、うん、いや、これな、うん、いや、それはもう誠よ、うん、共に生きるということはどういうことか、どういうことなのかってことだよ。ことは、まあ、いろんなことがあるよということを言っておるわけじゃから、でそれをまあ、すべてもらって対象化が一番いいと思っていくと思う、うん、ちょっと やってみてくれ。いや、そこだけわしは嫌なんじゃけど。わし、わし入った方がいいですよ、お前。いや、やっぱいいわ。なんじゃそれ、ちょっとわしは言えばいいのな、うん、共に生きようでちっちゃ、ちっちゃ、ちっちゃ、共に生きようでは、うん、やばい、うん、共に生きようではないか我ら。え、何が放送事故になるなと思ったら、あ、我ら言わないかんわって。わしどうすればよかった。今我らまで言ってほしかった。わしが名古屋もてなしく招待はぁ、あ、そこまで行きたかった、ね、そこまで一応もう締めんと。はぁ、あ、で、はあ、でこの場合はハーで共に生きようではないか我ら名古屋もてなしく招待はぁ、あ、来てる。確かにな、鉄じゃから。もう槍の時代終わった。いやいやいや、多分もう来月11月、いや、4月ぐらい、12月ぐらいにはもうみんなキセル持って出てくるんじゃないか。キセル、でもええよな。いやだよ、最近なんか雑に扱うから。多分わしに人見てるもの分かるかもしれない。これ
って勝手にやっとるから足なので回しやすいんじゃん。ちょっとやめてくれ、ちょっともう。いや、回し感が手に馴染むんじゃん。武器を伏せてな。なるほど、うまいな。武器を伏せて、はい、の試合が。おー、もう来んじゃろうな、今。来んな。来んな。機嫌の時代だから。そうじゃん。陣が外いまいったな。お待たせいたしました。お待たせいたしました。久方ぶりの感覚じゃ。そうじゃな、この元で話すのもかなり久しぶり。どうであった、ピューマ。トーマな、トーマな。トーマ、あ、いや、俺、なんで付き添ったんじゃん。改めてピューマで。いかがであったか。ちょっと暑いだろう。まだまだ暑うございますな。10月に入ったとはいえ。誠にな。だがまあ、これが我々のこの1日2回感覚っていうのもなかなかいいもんだな。はい、はい、やったんだよ。そうじゃろ、うん、まあ明日もあるということじゃな。明日は家康殿が本大将になる、うん、もういつもの藤井に入って、うん、本大将なれんぞ。そちは一回もなっておらん。まあわしがどうなるかはな、この先誰もわからんから。なんでそこうやむやにしたの。そして冬、何夏だよ。夏も何年一緒におるんだよ。夏、はい、どちらかといえば秋って言ってほしかったわ。待ち望んどるんじゃ冬。いや、なるほどな。申し訳ございません、夏でございました。早いな、感想すぎわ。そうじゃん。懐かしい感覚であるなと、このヤグラ背景にするの。そっち西日浴びてすごく懐かしい感じになった。はい、なんか走馬灯に出てくる人みたいな。大丈夫か、走馬灯に出てくる人。走馬灯のように蘇っている方に出てきてる人みたいな。はい、だからそっちは生きてるんじゃないか。あ、誠ですか、うん、ありがとうございます。まあな、南だと。そして我々を含めて、まあ、共に生きてまいろうではないか。さっき言うたばっかりじゃ、凝縮されてる言うとのにすごい適当だな。まあもう言うこともなかろうと思ってな。雑に締めてまいった。雑に締めるのどうかと思うぞ。きちんと締めてまいろう。あ、さようであるな。じゃあそのあたりを刑事に。うまいな。誰に習ってそんなこと。指さすの。いや、わしの礼儀どうこうじゃなくて、なんかこの辺がもやっつつ。そういう問題。いや、トーマ、はいかがであった答えに。同じくだりな。やり直した方がいいかな。今、わしの記憶違いかな。違うこと言え。それはそれでいいのかな。じゃあまあ、こう清正がいろいろ仕切ったわけなんだけども、これよりはな、この二の丸でまた1日2回な、11時と14時半の演舞、そして我らも甲冑で、そうじゃな、行っていくということで、背景には名城を見上げてやるっていうのもなかなかいいもんだ。そうだな、ようやく清正の構造でな、そびえ立つ石垣はって。おそう、ただ木じゃなくて、やっとな。そびえ立つ石垣やってパッと見たら結構木なんだわ、あそこらへん。やっぱ伐採した方がいいかな。いやでもあれ、いろいろ剪定をいたしてな、見えやすくなった方なんじゃ。で、南だからは多分あの名古屋城と一緒に我々見えておるじゃろうということで、まあ良かったではないかな。うん、わしは好きだ。西の丸でやっとる時なんて何さそうなあの人みたいな。まだ思いの高さ、あの木がみたいな。そこが解決して、わしはまあ解決してよかったなと。いや、あのいい背景じゃとわしは思っとるよ。ゆえにぜひ、たくさんの皆々見てもらいたいというところで。そうだな。うん。では、うん、ゴリンでな、大事にいたそうか今日さ。お、ではこたびの御大将は清正であったから、誠に清正がここは閉めて。はい、わかった、うん。それでは、下月10月に入って、うん、そして我々の演舞の回数もこれからどんどん増えてまいると。そして我々名古屋おもてなし武将隊もじゃな、今後さらなる飛躍を求めて、かけてまいると。現状維持はないということじゃ。当たり前じゃろ。さようであるな。とどまる必要はないぞ。現状維持を目指して現状維持をする試しはないということで、さらなる高みを登ってまいるということで、そのような我々の歩みもぜひ見てもらいたいというところで、明日も
明日は5名編成にてこちらで演舞を行います。また皆の衆青ではござらんか。それでは本日は誠にかたじけとうござった。さらばじゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。